先発は与田投手です。1回まずワンアウト2塁というピンチを作って3番のマーティンを迎えます。ここね、要警戒とお客さんもおっしゃってましたが、ちょっと落ちる系のボールをマーティンが拾いながらタイムリーツーベースにしました。1点を先制します。ロッテ先発は三馬です。8月31日以来勝ちがありませんが、1回2アウトランナー2塁、4番の中村拓也、コンパクトにセンター前弾き返します。2ランナーをホームへ返しました。1対1、すぐ同点に追いつきます。1対1同点で3回です。2アウトから3番のマーティンをにレフト前ヒットを打たれます。ここはシフトの逆を突かれたようなレフト前ヒット。ただ4番のレアードをセカンドフライなど、2回以降はランナーを出したりするケースもあるんですが、しっかりと抑えていた与田です。1対1同点で4回裏、ライオンズは2回ノーアウト2塁のバント失敗があってからですね、ちょっと三馬が立ち直りましたね。そうですね、球もですね、低めに非常にいいところに集めましたし、なんでね、コントロールが良かったですね。2イニング3回4回と連続で三者凡退となってしまいました。6回です。与田が6イニング目、レアード三振。与田は今日どうだったんでしょうか。いや、本当に持ち味の緩急を使って、スライダーのね、キレも右バッターに対してはものすごくいいキレをしてましたんでね、本当に与田君らしいピッチングができたと思いますね。はい、山口には際どいところフォアボールでランナーを出してシャートルコール交代、6回1人ランナーを出して交代になりました。その後久保、藤岡を三振取って2アウト2塁1塁、バッター8番のエチェバリアを迎えますが、そのエチェバリアの打球はサードゴロに打ち取って、クモンが好リリーフを見せていきました。継投に今回が出ているライオンです。一方で三馬投手の方はもうその先が岩木に当たり打ったんですが、岡のファインプレー、6回の裏、こういったところもあって、さらにフォークも生きて、今日は9奪三振の三馬投手。1対1同点でゲームは7回であります。パライオンズもリリーピッチャー頑張ります。ただ森明がこの回2アウトから、2アウト取った後ですが、2番の中村正吾にレフト線を破られるツーベースヒット。この後2塁1塁とランナーをまた跳ねて、バッター4番のレアードを迎えます。レアードの打球ちょっと座りましたが、ヘッドの前に落ちるタイムリーヒット。これで2対1、ロッテが勝ち越しに成功します。7回の裏、今は球が少なく7回裏まで来ましたが、ツーアウトから5番の山川がレフト前ヒット。まだなかなか健さんチャンス作れなかったですね。そうですね、カーボン、これちょっといい当たりなんだと思いましたが、そうですね、いい当たりだったですね。もう一人なかったですよね。藤原が追いついて、三馬投手は7回1点で今日交代、96球でした。2対1で8回は佐々木千早や代打ウーレンティンが起用されます。そのウーが高村とは逆らわずに、まず左中間へヒット。そして代打の栗山拓実、栗山はここは打ち取られました。セカンドゴロ、さらにランナーを置いてこの先を迎えますが、この先は変化球に三振。この回も無得点で終わったライオンです。そして9回はルーキーの大曲蓮がマウンドに上がりました。本拠地は初登板です。大曲としてはいかがだったでしょうか。非常にいいまっすぐもありましたし、なんでね、マーティン選手の軽くにしたスライダーが、あれも非常に低めにね、はい、集まったとかね、いましたんで、これですね、このボールですね、はい、でこれ三振で、あと三振ゲッツーという結果になりました。はい、リクエストは実はあったんですが、そのままでした。そうですね、ですからね、こういう自信にしてもらいたいですよね。そうですね、はい、2試合続けて無失点リーグだったドラフト5位ルーキー、準公式野球部、くくらいの準公式野球部主審という大間がいます。
回1点最後9回の裏、まだやっぱりロッテは増田が素晴らしい守護神だね。4番の中村武を三振取ってゲームセット。2回してロッテが勝って、優勝へマジックナンバー6、そして9月30日台の首位に浮上しています。三馬が8月31日台の勝利、6勝目をマークして、増田は37セーブ目となりました。加藤さん、はい、ライオンズ